フィリップス66社の76ロゴの新しい平板デザインに湯のカル社時代の旧旧系ボール76はアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンに本社を置く石油生成、石油製品の販売会社であるフィリップス66社のブランドで現在のアメリカ本国では主としてガソリンスタンド及び燃料のブランドとして存在している1 9九十年代後半の デートナインターナショナルスピードウェイ76のオレンジボールがインフィールドに設置されていた76はもともと1932年からユノカル社所有のブランドでこの名称はアメリカの独立した1776年に由来すると言われる同社のガソリンスタンドにはオレンジの円球に青色で76と書いた表示が立っていた 1997年にユノカル社の米国西部の資産と76ブランドはトスコ社に買われ間もなくフィリップス石油に移譲された2002年にこの子石油と合併しこの子フィリップス社さらに2012年に同社からスピンオフして石油生成石油製品販売会社として独立したフィリップス66社のブランドとなっている 76は長年ナスカーのスポンサーを務めていたことでも著名であり2003年にスポンサーから撤退するまでの古い映像ではオーバルコース内に設置されている76のオレンジボールが映っており数多くの名勝負の決着やビッグワンと呼ばれる大クラッシュを彩るランドマークとなっていたハワイ州においては76ブランドはミッドパシフィック石油が使っていて70カ所の ガソリンスタンドで76ブランドの石油製品を売っている。100年も前からユノカルの前身が石油製品を範囲へ供給することから始まり、1997年にトスコ社に買われて、さらに2001年にはフィリップス石油に買われて、すぐこの子フィリップスの設立とともに同社のブランドとなり、2004年以降はミッドパック社のブランドになっている。日本では 石油製品そのものよりも76ロゴを用いたグッズが知られている。詳細は76ルブリカンツを参照。石油製品では潤滑油として76ルブリカンツが販売されていたこともあったが、現在はフィリップス66ブランドに統合されたため存在しない。なお同じくフィリップス66のブランドであるケンドルオイルは変わらず存在する。 アワーヒストリーハットカノーコフィリップス、川島事業を、フィリップス66として分離、ヒストリーオブミッドパシフィックペトリウム、ハットハワイ76。ありがとうございます。